政府は今月の経済報告で、全体としては景気は緩やかに回復していると据え置きましたが、雇用についての判断を5年ぶりに引き下げました。米中の貿易摩擦を背景に、電機メーカーなどが輸出や生産を減らしている影響で、製造業を中心に新規求人が減少しています。政府は雇用について5年間にわたり維持していた、着実に改善しているという判断から、改善しているに下方修正しました。一方、海外の景気についても、回復テンポが鈍化しているとして判断を引き下げています。西村経済再生担当大臣は今後について、雇用情勢や海外経済のリスクが経済に影響を及ぼさないよう、万全の対策に取り組むと強調しました。